シャングリラは、アメリカ海軍のエセックス級航空母艦で、同級空母としては12番目に収益した。エセックス級の内艦種延長等の改修を踏まえて、建造された艦は、非公式ながら、オサ船体系、タイコンデロガ級航空母艦といった故障、分類がなされることもあるが、本艦はその中で最初に寄港された。艦名は、 イギリスの作家ジェームズ・ヒルトンが1933年に出版した小説、失われた地平線の中に出てきた理想郷の名にちなむ。1942年の同リットル空襲の際、ルーズベルト大統領が記者団からの質問に対し、発信地はシャングリラと答えたエピソードに関連している。シャングリラの浸水式シャングリラは年月日、 バージニア州ポーツマスのノーフォーク海軍造船所で寄港する。1944年2月24日、ジョセフィン・ドー・リットルによって命名浸水し、1944年9月15日、ジェームズ・ディー・バーナー艦長の指揮下収益した。シャングリラはノーフォークで成長訓練を行い、その後21日までトリニダードに向かって成長公開を行う。 1945年1月17日にハンプトンローズを出港、大型巡洋艦グアム、駆逐艦ハリー・ーハバードと共にパナマへ向かう。3隻はクリストバルに23日到着し、24日にパナマ運河を通過する。シャングリラは1月25日にバルボアを立ち、2月4日にカリフォルニア州サンディエゴに到着する。そこで乗客と貨物。 関西家を乗せ2月7日にハワイへ向かう。2月15日に真珠湾へ到着し、地上勤務パイロットの着艦訓練を行った。4月10日にうるしい干渉に向かい10日後に到着、一泊した特築艦、ハガード、ステンベルトともに出港、ミッチャー中将率いる高速空母機動部隊に加わる。4月24日に、 第58.4任務部隊に加わり、第50.8任務部隊との海上燃料補給を行った。翌日シャングリラは関西機による最初の日本軍への攻撃を行う。目標は沖の大東島で同地の無線基地を破壊した。その後沖縄に向かい戦闘偵察飛行及び第10軍への上空支援を行い、5月14日にうるし白地に帰還する。 ウルシー白地でシャングリラは第二空母機動部隊の機関となり、ジョン S マッケーン中将は5月18日に中将機を掲揚する。6日後に第58.4任務部隊はウルシーを出港し、5月28日に第58.4任務部隊は第38.4任務部隊に解消し、マッケーン中将はミッチャー中将と交代したが、シャングリラは引き続いて、 帰還の任にあった6月2日、3日に、機動部隊は、日本本土への空襲を開始。激烈な抵抗に遭遇した、シャングリラの関西機は、戦歴の中で最大の死傷者を生じた。6月4日、5日には台風を回避するために、北西へ移動し、6月6日に関西機による、沖縄での上空援護任務に帰還する。 8日にシャングリラの航空団は再び九州を攻撃し、翌日沖縄に戻った。10日に機動部隊は沖縄からレーテ島に戻り、シャングリラは6月13日にサンペドロ湾で怒りを下ろした。その後7月まで乗組員の休養のため同所に停泊する。7月1日にシャングリラはレーテから再び戦地に赴く。2日に 海軍航空時間の就任先誓式がシャングリラ艦上で行われ、海軍長官ジョン・エル・サリバンが式を執り行った。その式は作戦地帯で行われた初めての式であった。8日後、シャングリラの艦載機は日本本土に対する空襲を開始し、それは終戦当日まで継続した。7月14日から15日にかけて本州と北海道への空襲に参加し、 7月18日には、横須賀に停泊中の長戸を爆撃した。28日には、極重に参加した。SCB-125 改装後、第二次世界大戦終結後、シャングリラは、サンディエゴ母校として、初着艦訓練母艦として、使用の後、ビキニ艦渉でのクロスロード作戦に指揮官として参加し、無人観測機に改造した、海6回によって、 爆発を観測した。その後しばらく、太平洋艦隊で活動していたが、大戦終結に伴う海軍の縮小に伴い、シャングリラも他の同系艦の多くと同様に、予備役に編入される。1947年11月7日より、モスボール処理の上サンフランシスコ港に係留されたが、1951年5月7日に、現役復帰する。 東海岸側で数回作戦行動に参加。1952年には攻撃空母席となったが、直後の11月にピュージェットサウンド海軍造船所に入居して SCB-27C 階層を受ける。階層中、合わせて SCB-125 階層を設けることとなった。階層は1955年1月10日に完了し、 アングルドデッキ装着や艦守部のエンクローズド、バウカにより、艦姿は一変した。その後太平洋艦隊に編入され、サンディエゴ母港に太平洋艦隊で作戦行動に従事する。1957年には再度整備工事を実施し、策的、通信関係の近代化や機銃の撤去が行われた。また、第二次台湾海峡危機で台湾海峡に展開した。 1960年3月16日に長年在籍していたサンディエゴからフロリダ州の名ポートへ移動し、大西洋艦隊に所属することとなった。移動直後には中南米諸国への親善公開を実施。その後 NATO 加盟国が初めて実施した大西洋での軍事演習に参加したほか、グアテマラやニカラグアでの地域紛争に際しても出動している。 1961年からは第6艦隊に所属して大西洋海域を中心に活動した。1962年から1963年の初めにかけてシャングリラはオーバーホールのためにニューヨークのブルックリン海軍交渉に開港され5インチ砲の撤去やレーダー機器、電気関係の更新を実施した。その後第6艦隊に復帰したが、 1965年10月に、駆逐艦、ニューマン系ペリーと衝突事故を起こし、相手の艦の乗員1名が殉職したが、自らも損傷を受け、艦内に浸水が発生した。その修理を兼ねて1965年末から1966年にかけて改装工事を実施し、着艦誘導レーダーの取り付けなどを実施した。 1970年2月11日撮影1969年6月30日には対戦支援空母に艦籍が変更され、さらに1970年には再び太平洋艦隊へ移動となり、3月5日にメイポートを出港、3月13日から3月16日にはリオデジャネイロに気候の後インド洋を経由して4月4日に、 フィリピンのスービック海軍基地に到着した。補給の後ベトナム戦争参加のためヤンキーステーションに移動し、11月まで作戦行動に参加した。この時は対戦空母としてではなく攻撃空母的な扱いで使用され、戦闘機部隊を搭載した。この間、7月には上院の休養と整備を兼ねて横須賀海軍基地に開港され12日間入居。 また10月にはマニラや香港訪問している。シャングリラのヤンキーステーションでの活動は11月に終了し、11月9日にスービックワンを出港。シドニーやウェイリントンに寄港し、ドレイク海峡を通過してリオデジャネイロに再寄港した後、12月16日にメイポートに到着した。到着後、メイポート基地でモスボール化準備を実施し、 その後ボストン海軍工廠に開港して本格的なモスボール化工事を開始し作業終了した1971年7月30日付で予備艦席に編入されたその後はフィラデルフィア海軍造船所において保管されていたが1982年7月15日付で解体のため除籍された 艦自体はその後もしばらくフィラデルフィアで経流されていたが1988年に台湾に栄光され現地で解体された。シャングリラは第二次世界大戦の戦考で2つのベトナム戦争の戦考で3つの従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。